ロングウォーク・オブ・ナバホ、ロングウォーク・オブ・ナバホ、ロングウォーク・オブ・ザ・ナバホ、または、ボスクレ・ドンドへの長旅とは、1864年に実行された、合衆国大統領、エーブラハム・リン・カーンの指示による、インディア民族に対する民族浄化。ナバホ族インディアンが、米軍によって20日以上の徒歩の旅を強いられ、ニューメキシコ州南東部の強制収容所へ移住させられた。 ナバホ族の伝統的な故郷は、ナバホゴデディネタ、ドネタと言い,い、アリゾナ北東部とニューメキシコ西部、北にはユタとコロラドがある、四つの神聖な山々の境界にある土地だった。キャニオンで、シェイなどの峡谷の肥沃な谷底で農作と牧畜を営んでいた。また、アメリカ南西部のインディアン部族集団の長い歴史上の特徴として、スペイン人、メキシコ人、 プエブロ族、アパッチ族、コマンチ族などと略奪襲撃を繰り返していた。1846年には、この関係に合衆国の白人入植者も加わった。準州の知事たちは、アパッチ族やナバホ族の頭の皮一枚につき、10ドル、当時という報奨金をつけ、彼らの絶滅を図った。合衆国は西部への植民地、フロンティア拡大の障害となる。 インディアン部族の民族浄化として、トーマス・ジェファーソンからの姿勢として、年金、食料や物資の配給と引き換えに、インディアン部族を指定保留地、リザベーションへ定住させる和平条約の締結を進めていた。しかし、条約で約束された、食料配給は、南北戦争の機運が高まるにつれおざなりとなり、事実上放置された。多くのインディアン部族と同様、 ナバホ族もこの条約の違反に対して抗議の声を上げ、これは合衆国陸軍による武力弾圧という形で、しばしば軍事衝突、インディアン戦争となった。ロングウォーク以前のアメリカ合衆国とナバホ族との間の戦闘は、1849年にナバホ族で尊敬を集めた戦士、ナーボナが米軍に殺されたことにより、激しさを増すことになる。 インディアンの社会に指導者や主張はいない。戦士たちは個人の集団であって誰かの統率下で動くものではない。しかし白人たちは衆長を部族長と思い違いをしているため、衆長、白人には大指導者に見えていると名約を結ぶことで部族を従わせようとした。しかし衆長は単に合議制の中の調停者に過ぎないのであって彼らと和平条約を結んだとしても、 それは、部族の総意とはならないのである。思い違いをしたまま、合衆国は1846年から1863年までの間に、州庁の署名、委をもとに、数多くの和平条約を決だが、戦士たちの反抗はやまなかった。これを理解できない、合衆国自身の手によって、和平条約は、結んでは破棄された。合衆国にとって、深刻な事態になったのは、 1858年7月、ウィリアム TH ブルックス少佐の使用人が、ナバホ族に殺害された事件以降で、1860年4月30日、ブルックス少佐の駐屯するディファイアンストリデに、マニュエリートラ1000名のナバホの戦士が攻撃を仕掛けた。ナバホ族は、条約に反して、食料も、代替土地も渡さない、合衆国に怒った。これを沈めるため、 1861年2月15日、新しい条約が取り決められた。しかしそのすぐ後に、マヌエル・チャベス中佐は、南北戦争の混乱に乗じて、400名の兵士と、共に、ナバホ族の領土を荒らし書いた。1862年までに、合衆国軍は陸軍を、当地から撤退させて、再びナバホ族の土地に着目し、 連邦の地域の武力支配を再び目論むようになる。リンカーン大統領のナバホ族を強制移住させるという一連の計画は、当初エドワード・キャンビー将軍によって立案され、ジェームス・エイチ・カールトン准将がその任を受けた。カールトーンはナバホ族の土地に均衡があると睨んでおり、以下のように声明を行ったが、司令者であるリンカーン大統領はこれに何の意義も唱えなかった。 カールトン准将は、対ナバホ作戦の指揮官として、対インディアン戦を知り尽くしたキットカーソン大佐を送り込んだ。カーソンは、ナバホ族の酋長たちを集め、カールトンの言葉通り、幸福か、皆殺しかの二者選択を迫った。ナバホ族は合議の末、白人との戦いを選んだ。インディアンの戦法に熟知したカーソンは、成功法の戦いは避け、兵糧攻めによる、 徹底的な焦土作戦を選んだ。カーソンは、ニューメキシコ義勇軍第一騎兵隊を率いて、ナバホ族のトウモロコシ畑小麦の畑、果樹を焼き尽くし、馬とラバを四十三頭、羊とヤギを千頭以上奪った上、殺人、強姦、家屋への放火を繰り返した。1863年7月20日、カーソンによって土地を焼き払われ、飢餓に追い込まれた、 ナバホ族は降伏し、カーソンの本拠であるディファイアンストリデに連行された。この時、一部のナバホ族は合衆国への降伏を拒否し、グランドキャニオンやナバホ産、チリカウアアパッチ族の領土、ユタ州の一部へと、調査した。1864年1月、リンカーン大統領は、ナバホ族8500人の300マイル離れた東に、ある、 アパッチ族の強制収容所への徒歩連行を命じる。白人はナバホ族をアパッチ族と混同していたので、敵対する両者をこの同じ収容所に同居させたので、ある。米軍によって強制されたナバホ族はアリゾナ準州東部とニューメキシコ準州西部の伝統の地からペコ、菅ワ流域のボスク、レドンド、ナバホホデハウィールディとも呼ばれるへと移動強制され、 ロングウォークは1863年に始まった。コースはほぼ全域にわたって、高知砂漠地帯で、アルバカアーキの北で、リオグランデ川を越えると、すぐに3000メートル、近い高さの山がそびえるサングレデクスト山地が迫り、山を越えたらペコ、菅川沿いに歩くというものであった。18日以上かかった500キロメートルの徒歩の長旅で、少なくとも200名が死んだ。 この強制連行の途上で数百人の死者が出たが、そのほとんどが子供や老人だった。病人や歩けなくなった老人は道端に放置されたのである。こうして約9000名のナバホ族が範囲1 0 4トルの領域に強制定住させられた。1865年春のピーク時にはここに9022名のナバホ族が強制収容された。この収容所は、 全くの不毛の地で、テントすらなかった。強制収容された彼らは、灼熱の大地に穴を掘ってその中でもよ、守るしかなかった。合衆国による、インディアン部族の強制移住の通例として、ボスクレどんどんも深刻な問題を抱えていた。ここには、およそ400名のメスカレロアパッチ族が、ナバホ族より先に収容されていたが、ナバホ族とメスカレロアパッチ族は、 長年の宿敵同士だった。その上、初期の計画では、この収容所のインディアン収容予定数は5000名だったが、9000名にまで収容者が膨れ上がり、水と焚き木の供給不足は、当初から主要な問題だった。アパッチ族は、農業文化を持たない、略奪部族であり、農業の強制は事実上の強制労働だった。人災と天災によって、 毎年作物の栽培に失敗した。コマンチ族は定期的に彼らを襲撃するようになり、白人の居住者たちも食料を奪いに来るコマンチ族に悩まされた。このボスクレドンドでナバホ族は強制労働化され、女は米軍兵士から強姦され、また乳幼児のほとんどが生まれて間もなく過酷な環境下で死んだ。1867年7月。 ナバホ族の州長は合衆国の役人にこう抗議した。1868年5月、ウィリアム・シャーマン将軍がこの収容所にやってきた。将軍はナバホ族に一部のアパッチ族のようにオクラホーマの保留地へ移住することを勧めたが、ナバホ族は断固としてこれを拒絶した。バルボンチート州長は高級状を訴えた。 1868年6月1日、ついにアメリカ合衆国もこの強制収容の日を認め、マニュエリートやバルボンチートの調印によって、ボスクレドンド条約がサムナートリデで締結された。条項には、ナバホ族が先祖伝来の土地に戻ること、そこを堀内として年金補給基地であるインディアン管理省設立すること、ナバホ族児童の義務教育、 穀物種子と農作機械の支給、鉄道と米軍の取りの設立などが盛り込まれた。結局、この和平条約が調印されるまでに2000人以上のナバホ族が死んだ。結局合衆国はナバホ族の強制移住というこの実験は失敗だったと宣言した。6月18日、ナバホ族はようやく故郷への5週間にわたる期間に着くこととなった。 バルボンチートは、部族を代表してこう言葉を残し、1871年に、死んだ。一度ちりじりになった一団は再びナバホ族として、まとまり、ロングウォークの後には、最もまとまった部族となった。しかし、戻った土地にはすでに隣族のホピ族が定住しており、双方の間に土地をめぐっての居酒が起こった。100年以上経った現在でも、この問題は解決せず、 両部族を敵対させている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。